まずはこちら。when the lights come on in the club。クラブの照明がついたら。そうか。クラブが暗い理由は EDM の雰囲気に合わせてるからだと思ってたけど、逆に EDM が毛がボーボーだったり、顔面を塗りたくった連中を隠すために暗くなってるクラブの副産物って可能性もあるわけだな。 ミームと呼ばれるものには、コラ画像だったり、大切だったりといろんなパターンがあるんですが、今海外で結構作られてるのが、古典アートの画像に変な字幕をつけて大切りをするというものなんですよ。ということで今回は、そんな古典アートを使ったミームをいくつか見ていこうと思います。アーティスト。Yes, of course I've seen a horse。画家。ええ、もちろん馬を見たことがあります。本当に画家かそいつ。 画像生成 AI じゃないだろうな。AI アートインポスターってゲームをやったことがあるけど、こんな画像が出てきた気がするぞ。そんなこと言ったら、この画家の強がりも、チャット GPT 感が出てる気がするけどな。year old me drinking apple juice from a fancy glass。高級グラスでリンゴジュースを飲む6歳の自分。高級グラスでペットボトルのキャップを高級グラスに見立てての間違いじゃないそれに、六歳 中学ぐらいでもやってたけどな。このミーム作った人、育ち良すぎないか ?No tattoos, thanks.My body is a temple. タトゥーは入れない。私の体は神殿なので。t e m p l s 神殿。でもまあ、掘り込んではないよな。塗ってあるだけで。だから、神殿だというなら、入れ墨はしないけど、シールはめちゃくちゃ貼らないといけないってことだよな。 When you die, but your cats still wanna meow at you at 3am for food. あなたは死んだというのに、飼い猫が夜中の3時に餌を欲しがって泣いてくるとき。執念深いにも程がある。猫には命が9つあるかもしれないけど、人間にはそんなにないんだから、ほっといてくれって話だよ。っていうか、新しい飼い主とか保健所のスタッフに対してねだってないってことは、呼び出してる飼い主もおやつにした後だよな。Me.I just saw a great movie. 自分、いい映画を見たよ。Someone who read the book.No. 本を読んだ人。それはない。早いってその判断するの。そりゃ確かに実写版とか劇場版って原作と比べたら解釈違いなことが多いけど、原作がない映画かもしれないじゃん。劇場版名探偵コナンとか結構いいぞ。When you walk back in your chair farther than expected and your life flashes before your eyes. 椅子の背もたれが予想以上に大きく傾き、人生が目の前でフラッシュバックしたとき。よくソファーとかゲーミングチェアで起こるんだよね。明らかに設計ミスじゃね人をリラックスさせるためのものじゃん。そういう系の椅子って。なのに走馬灯が見えるってやばいだろ。Me, an intellectual, judging people for making the same mistake I recently learned to stop making. 最近やっと自分が犯すことがなくなった間違いと全く同じ間違いをしている人を非難する知識人である自分。よくもシャーシャーと、とは思うんだけど、これはあんまり強く言えねえな。思い切り自分でもやってるからな。安心したわ、みんな同じことやってるんだなってわかって。My dog after eating my philosophy assignment.Am I really a good boy or am I just motivated by the treats? 私の哲学の課題を食べた愛犬。私は本当にいい子なのだろうかそれともおやつでやる気になってるだけなのだろうかその哲学の課題は暗記パンにでも書かれてたのかなんで哲学の知識が食べただけでついてんだよ。っていうか、犬に効果あるのか暗記パンって。まあ、タヌキが使ってるんだから、同じ犬かが使えないなんてわけないよな。最後はこちら。 When the ceremony's been over for hours and you remember you didn't take the baby out of the water after the baptism。洗礼の後、赤ちゃんを水から出していなかったことを、式が終わってから何時間も経った後に思い出したとき。そんなわけあるか。同じ水回りのアクティビティではあるけど、先発じゃねえんだから、あれシャンプー使ったっけみたいな現象が起こるわけねえだろ。たとえ起こったとしても、周りにたくさん見てる人がいるんだから、心配して一生懸命思い出そうとする必要はないだろう。 そういえば最近 VTuber 界隈で美術館巡りが好きな方がデビューしたらしいですけど、あの人もこういうことしながら美術館巡りしてるんですかねっていうかそもそも美術館巡りが好きな人ってどういう楽しみ方してるんですかねちょっとよくわからないですね。ということで今回は以上です。それではまた。